2021年4月6日火曜日。なんだか電車に乗る気になれず、職場から自宅まで歩いて帰った。本ようやくチャンネルを聞きながら4キロ弱歩いた。今夜は昨日のカオマンガイで使った鶏肉の残りで何か作ろう。ネットで簡単なレシピを検索する。鶏のもも肉のマヨネーズ入り生姜焼きに決めた。切ったもも肉に片栗粉と塩コショウ、玉ねぎ、マヨネーズ、醤油、みりん、生姜、ちょうどご飯が炊けた。ウーロン茶出来上がり。見た目はいまいち、味はなかなか美味しい。前回の動画で話した口には出さない独り言、セルフトークを意識したら、なんだか今日はうまくやれた気がする。動画編集をして寝床に着く頃、時刻は1時半を過ぎていた。明日は早番。